司法、ヤクルトドラ1西舘、容疑者のように報道されてしまう。新人西舘、SNS には要注意。去年10月、自身の X でハレンチな画像にいいねをしていたことが発覚。なんだこれ草。犯罪者かな。いいねの罪は重い。さすがにかわいそうで草。まあ巨人はこの縁しっかりしとるからちゃんと指導するやろ。それ違う西舘。巨人西舘に風評被害。この流れちょっと草。ただのハレンチ画像ならまだマシだった。さすがにヤバそう。これ今半額やぞ。いいね欄、見られるなんて、聞いてない。これで許された感ある。テレビで晒さられるとか聞いてない。これ研修で全新人に晒されたってこと、もう引退した方が幸せやろ。ネットでの痛い目は若いうちに受けておいた方がええ。こいつノリノリでネタにしてて好きになったわ。ファンの心は掴んだのでセーフ。こいつズーズーしく奥側の背番号18要求してたの受ける。断られたから18金の別称が増えるのも好き。ネタに愛された男、活躍できるかな。愛すべきバカ。